はい、こんにちは。今回はね、こちらです。日産の、スカイラインの GTR でございます、これもなかなかね、今となってみるとね、なかなかこれも今の珍しくなってしまいましたけども、こちらになりますかね。で、これは平成11年、1999年1月に登場した5代目 GTR は、スカイライン GTR として最後のモデルだ。で、先代からモデルチェンジにあたり、ボディのシェイプアップが重視され、既に発売されていた R34 型スカイラインクーペ精進車をベースに、先代モデルに対し、ホイールベースが55メートル、全長でも75メートルサイズダウンされる。またデザインも丸みを帯びながら直線機構というのに変更された。ただし、ボディ特性が徹底的に強化されたため、軽量化に至っておらず、車両重量は 1540g から 1560g でも超えていると。それでも、究極のドライビングプレジャーの性能追求というテーマのもと、サスペンションも強された車体の重量を感じさせず、ミドルサイズスポーツカーのような快適な正確さに溢れる走りに生まれ変わっていた。で、エンジンは3代目から3世代にわたって熟熱されてきた 2600cc 直列6筒 DOAC ツインターボ RB26DETT 型を搭載。最高出力は280馬力だから最大トルクは 40.7g となり、マニュアルトランスミッションはガタラクシと高度開発した新型独特の多様化するなど、一段とパフォーマンスが向上していた。またタイヤとホイールが18インチで大幅化され、アルミホイールは BBS 標準タイプとなった。で、エンジンや 4WD システム、足回りなら先代から引き継いだものの、V スペックではグループ C から取り入れたアドバンスステージと AR システムと呼ばれた高度技術を導入し、ボディ側面には全国車初となるドライカーボン製ディフィンザーを採用したほか、二段可能なリアウィングでの物流し、リアルダイナミックの面で大きな進化を見せていた。で、当時の日産 COO カルロス・ゴーンは日産で一番好きな車だとしても話題を話していたんですね。で、平成14年2002年8月まで約3年半で生産されたのは11,344台。先代同様スポーツカーの販売不振に苦しんだ5代目は最後のスカイライン GTR となり、 GTR の名式も平成19年2007年日産 GTR 登場まで、まあ、消えることになってしまったということですね。まあ、当時この排気ガス規制というのが、ね、ありまして、まあ、それに、引っかかるということで、まあ、厳しいんですね。で、それで、スポーツカーは、ね、もうどんどんブレーキが、ね、ガクンガクンと下がっちゃったんですよ。まあ、それが、ね、残念なんですけどね。だから、まあ、排気ガス規制がどうなこうだって言うんだったら、じゃあ排気ガス規制に対応した車を作ればいいじゃないかと思うんだけども、まあ、当時はそれだけやっぱ厳しかったんでしょうね。で、これがですね、まあ、標準で高いですよ。504万8000円で、もうちょっと安くても、標準、同じ標準で499万8000円です。で、高いものだとですね、N スペックニュール630万円ということで、高いですね。で、しかもこのトミカに出てたのは、おそらくこの上級仕様の V スペック2ですね。これではないかと思います。まあ、これは青いね、同じくボディで、なかなかいいですよ。でね、私、スカイライン大好きですから、もうこれは良かったですよ。何しろスカイラインなんたらでやってきましたからね。で、これ、こういう風にね、内装もこんな風になっててね、なかなかいい感じにできてたんですね。ただ、ちょっと言うと、ちょっと実写とちょっと似てないかなってところが、確かにあったんですよ、これね。ちょっと実写とちょっと似てないなって。で、そこはある意味、プレミアムが、GTR のニスモバージョンとして、あれは全く同じような車を使ってるようだけど、ニスモバージョンですから、違う感じで作ってるんで、まあ、それを見た時に素晴らしいなと思いましたね。もちろんプレミアムも買っておりますよ、私はね。で、こういう車だったんですけども、なかなかいいですよ。でも今ね、これがね、可動型式なんつったかな、BNR34 と言いまして、で、販売期間が平成11年の1月から平成14年の8月までですね。で、生産台数がこれ少ないんですよ。11,344台しか作れなかったのね。もう GTR34 は有名な車で、名車の名車っていう車なんだけども、生産台数が11,344台しか、作られなかったんです。で、その中で
まあ、今現在もこうオーナーのもとに生き残っている車がいるとすると、そのうちの何台が生き残っているかちょっと分かんないんですけどね、まあ、かなり価値は少ないのは確かだろうなと。で、そうすると今ね、まあ、サッコージェットの時も言ったんですけども、まあ、今海外の人からその実車の人気がすごいんですよね。アメリカだとかイギリス、まあ、イギリスは特に、イギリスは日本車が中古が買えるのが20年、アメリカは25年という規制がありまして、でそれを過ぎるとその年になると、まあ、日本の中古車が買えるということ でしかも今日本の中古車にすごい人気がありまして、形が今の車にもいいで性能もいいということで、まあ、どんどん買われていってるんですね。だからこの台の前の GTR としては、スカイライン GTR としてはこの前の R33 型 GTR、 これもまたすごいアメリカで人気があってね、アメリカイギリスで好んでこう乗り回してる人が多くて、でこのスカイライン GTR の5台目も5台目でなかなかいいですね。あの記憶に新しいのはワイルドスピードね、ワイルドスピードこれ出てましたからね、なかなかいいですよ。だから、ね、今そういうわけでね、値段もどんどん高くなっちゃってるんですよ、これ。当時だとほら、いくらでしたっけね、499万8000円から630万までしたんですよ。ところが、今さらに値段が上がっちゃって、1000万超えちゃってますからね。1000万超えちゃってる値段で取引されてるんで、もっと高くなっちゃったんですよ。さらにその5、600万ぐらい高くなっちゃってるんですね。だからこれからもどんどん値段上がっていっちゃうでしょうね。今1000万円台になってきますから、なってきてますから、それが2000万、3000万みたいなね。下手したら多くの値段までついちゃうんじゃないかってぐらい、取引されてます。なかなか手に入んないですよ。だからそういうわけで今日本の中古車に行ってもですね、なかなかこのスカイラインの GTR、なかなか、っていうか、まあ、スカイライン GTR かけらずスポーツカーはなかなかね、手に入りにくくなっちゃったんですよ。GTR が1万1344台ですから、私が乗ってたあの ER34 型のスカイライン、あれは4万台ちょいぐらいなんだけど、まあそれも数少ないですからね。だから、あの10代目のスカイラインと同じ型なんだけど、GTR はそれ以上にもっと少ないってことですから、もう納車するのはもう、早めに買えるうちに納車した方がいいと思いますよ。まあ確かに今値段高くなっちゃってますけど、まあそれでも納車すると、これは誇るべき車なんで、非常にいいなっていう感じですね。で、こういうふうになっております。まあ、スカイライン好きのね、スカイライン系なんか YouTuber みたいな名前になってるのかな。でその兄ちゃんだったら多分この GTR の、 トミカというか、まあ、トミカも持ってるかもしれないし、まあ、ミニカーなんかも持ってるかもしれないね。だってそれはやっぱ押さえといた方がいいっしょ。じゃないとあれだけスカイラインが好きだからね、1台もないですってことはないと思うんだよ。ただこれは押さえておくとまたいい感じですよ。何しろ最近兄ちゃんね、もうスカイラインのグッズはありとあらゆるスカイラインのグッズ買っちゃってますからね。もうカタログまで買っちゃいましたから。だからもうあらゆるスカイラインのグッズをもう手に入れてますからね。もうマフラーからね、ニスモのマフラーからダッシュボードからメーターからね、いろんなもの買っちゃってますから。もうすごいですよ。ですからもう私もね、はい、気持ちはわかりますね。私も ER34 はノーマルで乗ってましたけども。まあ、ノーマル乗ってたって言っても、まあ、改造の仕方を知らねえっていう、そもそもそういうすごいことがありましたけどね。でもまたそこをあえていじくるまさんでノーマルで走るっていうのがまたね、面白くてね、いい車だったんですね。というわけで、まあ、ぜひね、皆さんもね、この車をね、まあ、買ってみたいなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひ買ってみてください。これはね、絶対損はさせないいい車ですよ。どうもありがとうございました。